ヒュンケルの猛攻から逃れたダイたちはレオナ姫お月の剣士バダックと出会い、彼の隠れ家で一晩を過ごす。翌日、ポップはヒュンケルを倒すため新しい呪文ラナリオンの契約を済ませていた。ヒュンケルの鎧はあらゆる呪文を弾くが、金属でできている限り電撃なら鎧を伝ってダメージを与えられると考えたポップは、ラナリオン雷雲を呼ぶ呪文を唱え、その雷雲を利用してダイがライデインをヒュンケルに落とす作戦を提案する。最初は命中率に難があったものの、連携技の修行は苦労の末に成功。ヒュンケル打倒の秘策を携え、ダイたちは地底魔城へと向かった。あそこじゃ、あれが奴ら不思議団のアジトなんじゃ。あそこにマームが。多分間違いねえ。神殿には誰もいなかったし、きっとあそこに連れて行かれたんだろう。じゃあクロコダインは。やられちまったんだろうな。お前と戦った時の傷が治ってなかったみたいだしよ。しかし変じゃな。いつもなら見張りの骸骨が何匹もうろついとるんじゃが。かえって好都合じゃねえか。さあ行くぜ。うん、よし、金足も一緒に行くぞ。いやいや、いいんだよじいさんは。今日はさ、仲間を助けてくるのが目的なんだから、いざって時のためにここで見張っててくれよ。そういうことならばやむをえんか。じゃあ行ってきます。小僧どもが潜入したらしい。よし、ヒュンケル様の指示通り例の場所へ追い詰めろ。大変だわ、なんとかここから抜け出さないと。ごめちゃん、あなたいつの間に。そう、私を心配してついてきてくれたのね、ありがとう。ごめちゃん、あれを見つからないように取ってきてくれる？大変だ、人質が逃げた。狭いけど我慢してね、ごめちゃん。ここは通気口だから、きっとどこかに出口があるはずなのよ。ここ隠し部屋、宝箱。ゴメちゃん、開けてみる？ピピ。人食い箱かなんかだったり。でも案外強力な伝説の武器が入ってて助かっちゃったりしてね。これは。you